上野実がお送りするウルトラボックス。ラジオネーム C のみさんからのお便りです。またタイミングが合えばライブお邪魔しますというお便りで、義理チョコを一ついただきました。ありがとうございます。はい、ぜひライブ配信でお待ちしております。C のみさんの朗読も楽しみにしております。あとね、私爬虫類が大好きなんですけど、C のみさんがツイッターで投稿するレオパちゃんがめちゃくちゃ可愛いんですよ。おそらくレオパっていうか、ヒョウモントカゲモドキで合ってますよね。あとね、爬虫類じゃないんですけど、オオムラサキの幼虫ってご存知でしょうか？めちゃくちゃ可愛いんですよ。猫くらいの大きさだったら、潰れない程度に抱きしめたいなって思うぐらい可愛い。地球上の虫の中だったら一番好きですね。なんか突然の生き物トークになってしまいましたが、しのみさん、お便りありがとうございました。続いてのお便りは、しらすさんからのお便りです。チョコありがとうございました。めっちゃ嬉しいです。またライブにお邪魔します。というお便りで、友チョコを一ついただきました。ありがとうございます。最近はライブ配信に来てくださる方も増えていて嬉しい限りです。配信だけ聞いてる方向けに一応の紹介なんですが、ライブ配信では弾き語りをしているんですね。まあ、正直あんまりうまくはないんですけど、なんかどちらかというとね、数をこなして少しずつうまくなっていこうという算段でやっているものとなります。初期の頃と比較したら、まあ、弾き語り配信に慣れてきたっていうね、点においても、まあ、少しずつマシになってきているので、久しぶりに聞いてやってやらなくもないぞという方がいらっしゃったらお越しくださいませ。それで、どんなアーティストを弾いてきているのかと言いますと、結構ね、幅広くやってまして、冬野が弾き語りしてきたアーティストを今から一気に読み上げてみます。アクセス、コーネリアス、デビッドボーイ、フリッパーズギター、フライングキッズ、グレー、グレープバイン、リマール、LR、マイリトルラバー、ピチカート5、サイズ、シングライクトーキング、シュガーベイブ、シロップ 16g、ザ・ブーム、トライセラトップス、イエンタウンバンド、ゼルダ、ユズ、サニーデイサービス、スガシカオ、スピッツ、スーパーカー、ピチカート5、レベッカ、一風堂、中村和義、矢上純子、千畑秀則、原田真嗣、原田智代、道島公平、安全地帯、安田成美、小沢健二、斉藤和義、斉藤由紀、村下幸三、木杉高尾、椿屋四重奏、間違えた。椿屋四重奏、竹内まりや、米米クラブ、菊池桃子、薬師丸ひろ子。以上でございます。なんでしょうね、この振り幅はね。まあ、この中で好きなアーティストがいたら、ライブ配信を聞きに来てくださったりとか、あとリクエストいただけると嬉しいです。ちなみにこれからレパートリーを増やしたいアーティストは、ビリー・ジョエルです。続いてのお便りは、ちょうちんあんこうさんからのお便りです。ちょうちんあんこうさんって、1000年前の火の7日間で、世界を焼き払ったと言われる、伝説の提灯あんこうさんでしょうか。それは大変恐れ多いですね。あ、で、肝心なお便りなんですが、何のアピールなんですの回を聞きました。正直にその心配は何のためなの？純粋なものなの？それとも何かのアピールなの？という気持ち、ものすごくわかります。むしろいい先輩アピールの方が気持ちいいですよね。相対的に人を下げるパターンのアピールほど腹立たしいことはないなぁと思っているので、わら、そんな冬野さんにお疲れ様の意を込めてチョコを送らせていただきます。脳内に甘いチョコという糖分をぜひ、失礼しました。というお便りで、義理チョコを一ついただきました。ありがとうございます。そうそう、前回の87回の収録で、まあ、そのブラウニーをね、会社のキッチンで作っていたら、まあ、その男性社員が通り過ぎるタイミングにだけ、とある女性の先輩が近寄ってきて、ちょっと大丈夫みたいな、その後輩を心配そうに見守る先輩という格好を取るのが、まあ、何なんだという話をしたんですけど、まあ、それに対するコメントですね。結構前に19回で他人をディスるあざと可愛いはアウトですよっていう回がありまして、まあ、そこでもその飲み会のタイミングで、まあ、そのあざと可愛い系のね女性社員がいて、その、あ、冬野さん
お箸の持ち方おかしいみたいな、なんか謎のディスりをね、可愛い声で言ってくるっていうことがありまして、あざと可愛いだけなら勝手にしてくれって感じなんですけど、その、なんで他人を下げるんでしょうね。だってさ、他人を下げなくたって、あざと可愛いは成立するじゃないですか。ちなみに、笛野は箸は正しく持てるんですよ。たださ、その、箸が正しく持てていても、硬いものを切ったりとかさ、重たいものを持ち上げるときにちょっと正しくなく見えたりするじゃないですか。まあいずれにしてもそのタイミングを狙ってディスってくるんじゃないよと。アンミカさんを見習いなさいっていう話ですね。でもさ、逆に、車の運転をしていた時にね、その右折しただけで、右折がお上手ですねって褒めてくる後輩がいたんですけど、それもそれで不自然だなって思って、なんかそうやって何でも褒めときゃ先輩に気に入ってもらえると思っているのかな、なんかそういう本でも読んだんかなって思いましたね。で、結局のところ、無理なこととか、その不自然なことをやると、やっぱり見透かされるよな、というところです。真心で、自然体が一番です。ところで、真心ブラザーズのエンドレスサマーヌードっていい曲ですよね。ラジオトークで銀之丞さんが弾き語りしていて、みーくん感激でした。さて、その他、いっぱいあってなさん、ファイブミニッツさん、おかん母つよしさん、杉本京子さんからギリチョコをいただきました。マグロドンさんからはギリチョコを4つもいただいちゃいました。ありがとうございます。またリクロジーさんの配信でお会いしましょうね。実は、これを収録したのが14日の夜なので、ちょっとそれより後にギフトをいただいた場合は、来週に必ず紹介いたします。それでですね、皆さん、今回の釣りタイトルみたいなタイトル気になっていませんでしょうか？実は、笛野入院していたんですよ。入籍じゃなくて入院ね。まあ、入籍なわけがないんですが。まあ、ここまで引っ張っておいて入院かよっていう話なんですけど、ね、笛野が入院していようと皆さんには関係ないですし、まあ、コロナウイルスってわけでもないし、重大な病気でもないので、まあ、特に言及しないでおいたっていう、まあ、だけなんですね。まあ、以前収録で話したんですけど、階段をね、降りるときに右足が折れちゃうんじゃないかってぐらい痛くなるっていうことが、起きちゃって、で、レントゲンを取っても骨に異常なかったし、MRI を取っても、軟骨部分に目立った何かがあるわけでもないっていうので、様子見をして、まあ、治ったら結果オーライだしっていうのでね、しばらく様子を見てましょうっていうので、経過観察だったんですけど、全然治る様子がなくって、しかも、走っても痛くなる状態になっちゃって、さすがに、いざという時に走れないのはやばいよねってなって、膝に内視鏡をこうね、入れて、で、異常が見つかったらそのまま手術しちゃいましょうっていう手術をしたんですね。で、結果、半月板に傷があって、それを縫合しました。でね、手術後1ヶ月は右足に体重をかけてはいけないっていうのと、右足を曲げてはいけないんですよ。これね、すごい不便で、足を伸ばしたまま浮かせておかないといけないんですよ。機械体操の平均台をやってる人みたいな状態なんです。さすがにあそこまで足を高く上げたりはしないんですけどね。あとね、家の中で松葉杖ってあんまり現実的ではないんですよ。松葉杖って自立しないじゃないですか。だから、ふとしたタイミングで両手を使いたい時とかに立てかけないといけないんだけど、立てかけるところがないから、まあなんか不便だしっていうので、キャスター付きの椅子に座って左足で蹴って移動するっていうのが今のところ一番楽ですね。で、移動範囲がそこまでない場合は、左足でこうね、左右に動かして横に移動することがあるんですけど、イメージつかないでしょ。ツイストっていうダンスがあるんですけど、まんまツイストなんですよ。80年代に流行ったとされるローラー族のやっていたツイストなんですよ。今でも代々木公園でやってる人たちがいらっしゃるらしいですよね。それで最近、若い女性の間ででかいリボンのヘアアクセサリーが流行ってるらしくって、それってローラー族のファッションじゃんっていうので、ローラー族復活するんじゃないですかね。ちなみにね、私のおばは元タケノコ族なんですよ。そして、そんな一時の流行りに流されるなんてバカバカしいと冷めた目で見ていた母から生まれたのが笛野実です。流行りに飛びつかないのはそのせいでしょうか。まあ、それはさておき、このね、不便なツイスト生活も、
今週でおしまいとなるんです。ただね、1ヶ月ずっと右足を使っていなかったので、すぐに、歩けるわけではないんですよ。歩けるようになったら、ハブに行きたいですね。なんていうのは、一部にしか通じない冗談なので、さておき。まあ、お酒は飲みたいかもな。なんか、その、酔った勢いで、うっかり右足を使っちゃって、再び入院みたいな、ちょっとおバカなことがあってはならないなっていうので、お酒は飲まないでいたんですね。まあ、とはいえ、家では滅多に飲まないので、まあ、外に飲みに行くと言ってもね、コロナが落ち着いてからになるかな、というところです。あとね、今回が初めての入院だったので、備忘録がてら、また次回にでも入院についてお役立ち情報など話していきたいと思っております。というところで、お相手は私、笛野実がお送りしました。それでは次回のウルトラボックスでお会いしましょう。